よし、続きやってこう。今日はですね、ちょっと言うの恥ずかしいんですけど、進みます。これさ、なんで装備全部外せんのにパンツは脱げないの？いや、真面目に。なんでパンツ脱げないの？絶対パンツ脱いで走った方が気持ちいいって。絶対ね、フルチンで走った方が気持ちいいと思うのよ、こんな草原。しかもこの世界法律もクソもねえわけだろ？ちょっと言ってみよっかな、ゼルダ開発チームに。今度はパンツ脱ぎ脱ぎ OK にしませんか？怒られそう。あ、すいませんね。お前は今そもそもどこにいんだって話ですよね。私ですね、今ここにいます。こう見てもわかんねえか。果ての村に行く途中の道にいます。進みますって言ってるやつの場所ではねえわ。進まねえやつの場所なんだけど、これ理由があって、ちょ、これ見て、ここ。ここで俺ストップしてんじゃん。この先行ってねえじゃん。このエリアがね、なんか明らかに怪しかったのよ。で、ちょっと動画外でやってたから、もう裏でそのままやっちゃってもいいかなって思ったんだけど、それと同時に、せっかくなら動画にしようかなと。見てる皆さんと一緒に楽しみた。着いた。ちょっとさ、これ見て。明らかにおかしいよね。お墓なのかな、これって。ゼルダの世界って亡くなった人の顔にしてんのかな、お墓を。いや、だとしたらちょっとキモいな。倫理観がちょっといかれてんな。ここお墓っぽいよね。あ、誰かいる？誰だ？なに、墓参りしてんのか？これ明らかになんかありそうだな。チッス！あ、カリーヤ先生！こう、あ、言ってたな！なんか！ごめん、一個も思い出せない。なんて言ってたかは一個も思い出せないけど、なんか言ってたな。ここだけの話だが。あ、これ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 ！呪われし石像、闇の光が宿るとき、その眼を貫け。さすれば封印されし試練は解き放たれる。うわ、言ってた言ってた！これ聞いたその日のうちに忘れてたわ、もう。ま、この呪われし石像ってのは、呪われし石像大量だけどな。なんか光んのか、どれかが。髪が伸びる呪いの石像だと思うわけだよ。いいところまで行ってんのに最後の最後でおバカちゃんだね。そんなわけねえだろ。おっと、素人には怖すぎたかな。何も怖くねえわ。ん？おい、それだけ言って猿の役に立たねえ、じじい。これ何すんの？ね、今ここぐるぐるしてたんだけど何も起きねえんだけど、これ何すりゃいいの？この石像になんかするってことだよね。マナコを貫けみたいなこと言ってるってことは。うわ、え、なんか、え、なんか後ろから見たら卑猥じゃない？あ、任天堂やってんな。先生帰った。あいつ俺に一言もなく家に帰った。え、闇の光っつってるからちょっと夜まで待ってみる。見て、リンクが石像にチューしてます。なあ、俺は悲しいぞ。こんなことになって何にも起きない。雨が降ってきて、リンクうまいもん食わしてやっからな。悲しいな。どれも光ってねえんだけど、石像！おい、嘘つけ！なんだよ！あのカリーユってやつぶっ殺し！光った！急に光った何それ。スイッチ、どこにスイッチ隠してんだ。おい、もうこれさ、これ待って、俺もう裏の考察し、絶対どっかでカリーユ見てんだろ。カリーユどっかで見てんだろ。お前が光らせてんだろ絶対。弓を、裸だから弓ねえんだった。これで貫けばいいってこと？そしたら来た。何起きる。わあ、やべえ、クレリンみたいな、フリーザにやられたクレリンみたいになっちゃったけど。何が来る、何が来る、誰が出てくるんだ。やばいボス。ほこらほこらボーンじゃない、ほこら。え、なんかすげえ特別なボス。うわー、ほこら、カムユオのほこら。おい、俺はな、
なんかもっと敵かなんか現れるんじゃねえかなって思って今期待してた。祠来た。時を刻む歯車、カムイオの祠。これさ、ただ俺一個さ思ったんだけど、なんかイベント的なもので手に入れたわけじゃん、この祠。俺は後ろはねえんだ。はいはい、どこに行けばいいんだ俺。まっすぐ進む。っていうことは強力な武器かなんか手に入るんじゃないの。あそこ宝箱あるもんな。あ、奥にもさらにある。え、なんかそんな感じしない。いい武器が手に入る祠なのか俺もしかしたら。ちょっと行こう。ちょっとイベントっぽい感じでここ出てきたもんね。何をすりゃいいんだ。とりあえずこっち同じように回ってみようにも回ってみれねえな。危ねえな。なんだこれ、なんだこれ、これモヤットボール何。ここ、あ、ここ登ってくのか。登ってで、あ、こっち行けんのか。いって、ちょっと何が起きてるか分かんないこの感覚だけでやると絶対良くないよね。一旦もう危な見て、あ、はい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 、これ期待できる。これかなり期待できるぞ。まあ、剣っていうよりは防具の方が欲しいかな、今は。さあ、来い。あの宝箱いけそうだな、今か。ナイス、頼むぞ、頼む。俺を悲しませないでくれ。な、俺は悲しいぞ、ものすごく悲しいぞ。こっち行っていいのか。ナイス、何にもいい武器ねえじゃん。ねえ、悲しくてしょうがないんだけど。あ、この階段がどっか行っちゃう。危ない危ない危ない、階段どっか行っちゃった階段がどっか行っちゃったよ。この階段登ったらいい武器、この階段登ったらいい武器、そう自分に言い聞かせよう。何かいい武器は。終わった、やだね。なんかいい武器くださいよ。めちゃめちゃ熱そうなレーザー、もういい、ちょっと当たってみっか。いいもん当たってやるもんね。どうせだが、もう散々だ。何がレーザー当たってやるもんねだよ。何やってんだよ俺。くそ、お前名前なんだっけ。おい、いい武器よこせ。その腕についてる輪っかみたいなやつ、テンリングスよこせ、テンリングス。試練のやつ、今こそのやつ、克服の証手に入れました。あ、でもね、祠探そうと思ってもなんかね、遊んでる時、遊んでるってか裏でやってる時さ、あんま見つけれなかったんだよな。これで我が役目のやつ。なんか散々だった。おい、この祠よ、ま、王女によろしくな。カリーユ先生を殺してきました。さあ、今日の本題に入るとしよう。やるよ、今日俺やっちゃいますからね。真珠、ね、多分なんだけど、順番的には、これ4体いるんだもんな。まあ、ルート的にはこの右上のこいつなんだろうね。一番最初に行くのは。で、一番左下の、この砂漠にいた、無差別殺人ラクダマシーン、こいつは一回見たわけじゃん。で、左上のこのピンクのピンのやつってさ、あの鳥なのかな、浮いてるやつ。こいつがわかんないのよ。こいつが全くわかんないんで、俺は未知の生物と出会いたいから、俺こっから行くわ。この順番多分ねえだろ。どっから行っても大丈夫だろ。こいつから行きます。心中をぶん殴りに行ってきます。目覚ませよっつって、俺のこと忘れたのかって。俺はお前のこと忘れたけど。え？え？お前何してんの？何してんの？え？ちょうどそう、俺はお前を求めてたの。ちょっと聞いていいんだ。なんかさ、この入り屋川っていうのをさ、こう上に行ったら、なんかコログの森があるよみたいなこと言ってたから、一旦ここ、こっから上に行こうかなって思ったのよ。そしたら、お前に用があんだよ。キュルー、キミチン、また会ったね。僕ちん、コログの森に帰りたいんだけど、道に迷っちゃって。馬宿の人の話では、この辺は中央ハイラルっていうらしいね。お前そのマラカス持ったまま馬宿行ったんだ。驚かなかったみんな。ブロッコリー星人来たって言われなかった？キューン、だったらコログの森はまだまだもっと来たってことだよね。そうだな、一緒に行くか、せっかくなら。一緒に行こうぜ。まあせっかくだし、もう少しここで疲れてんじゃねえか。あ、ちょっと待って。あ、来た、やったそうなんです、コログの実がいっぱいあるんです僕。キミチン、森の子供たちからコログの実取り返してくれたんだね。じゃあそのコログの実くれたら俺に。やった。じゃあでもね、なんだかんだ武器墓地なんだよ。一旦武器墓地でいい。こいつが何回で帰るかだよな。ふーん、じゃあコログの実3個ちょうだい。どんどん増えてる。はい、
あげる。こいつ裸の子、俺を裸だっていう目で唯一見なかったもんな。俺を裸だこいつってバカにしなかったもんな。ボックリン、ありがとう。じゃ、おっきくしちゃうよ。すっごい滑ってる。ねえ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 、なんで1個なん？タンタラララーン。2個増やしてくれてもよくない？もう一個武器いこっかな。なったなった、大きくなった、武器ポーチ。弓か盾だな。いやでも弓より盾だよな。ちょっと盾増やします。なったなった、大きくなった、武器ポーチ。あれ、まだ増やせんの？どうしよう、もう盾だよね。盾、さすがに盾だよね。もうさ、イカレリンク。ずっとずっと誰かを殺したくてしょうがないリンクになっちゃってる。一回スキップしてみていい？なんかフェードアウトしてんの。いやでもね、いやでも結局武器使うのよ俺。タンタラララーン。防具は最悪4つあればいいと思ってっから。盾はなったなった、ピュッ。ん？まだ。まだ。お、怖い。いや、よくねえわ。ばっくり良くない。なんかお前、陽キャのノリだわ、それ。もう俺の嫌いな。陽キャのノリじゃん。一生盾増やさないで武器防止ばっか増やすみたいな。やべ、陽キャに憧れてる。やべ、陽キャに憧れてる。俺のうんころくが。陽キャに憧れた結果。武器ばっか。もういい。もういい、もういい。もういい、もういい、もういい、もういい。絶対おかしいって、もう、いいって。ねえ、盾増やしたい。なーきゃ。一個盾だけ増やしていい。ごめんごめん、俺陽キャになりきれなかったわ。多分陽キャはここ全部武器にして笑うんだよ。ハハハみたいな、俺守りいられんしみたいな感じで。陽キャってあいつ殴ってばっかじゃん、陽キャって。だから、え、なるほどね。なんだよ、なんだ、そういうことね。増やしてないポーチは少ねえ個数だけど、なんだよ、お前先に言えよ、バカ。あーった、大きくなりちゃった。ん？え、帰るなよ。帰るなよ。ふわ。ふわじゃないのよ。帰るな、お前絶対帰るなよ。今俺やっと縦は1個、あ、縦、そっか、少なく、最初は少ないんだっていうのに気づき始めてんだから。帰るね、お前。ふわー。キモいんだって。あんまキモいとかあんま言っちゃいけないね。気持ち悪いんだよ。僕チン、コログの森への帰り道を思い出したかも。え、連れてって、ねえ、肩に乗せて連れてって。俺トグロ兄になるからさ、肩に乗せて。だからそろそろ帰ろうかな。おじいちゃんも待ってるだろうしね。君チン、コログの実ありがとね。今度こそコログの森へ帰るよ。君チンもいつかコログの森に遊びに来てね。行きたいな。俺も行くチン、僕チンも行くチン。僕のチンチン、このカンギスってやついいんじゃん。あのココリコ田中村で絵描いてたやつ。なんかこいつをね、サブクエで妖精の泉に連れてってくれって言って連れてって写真も見してやったのよ。そしたらあのゼルダの姫ちゃんが撮った写真の場所なんか教えて。おって、これは俺の前見せた写真とちげえな。うん、この池は小諸池だな。ここから西にある少し変わった形の池だ。ほう、変わった形。あの池の西側には森がある。いやでもこっちもちょっと行ってみたいよね。神獣も行きたいんだけど。俺のブレワイ実況ずっとブレブレなんだよな。ブレワイだけに。前も言ったけどこれ滑り倒してんだよ。私も以前行ったことがある。なかなか美しい池だったぞ。小諸池。あ、近いじゃん。行ってみる？何があるんだろう、変わった形の。ちょっと面白いのかな。小諸池っていうか、おもろ池みたいな。気持ちいいなぁ。なんか爽やかだよなぁ。動画始まり、どしもねて言ってたとは思えないぐらい爽やかだ。そろそろ着くかな、おもろ池に。ここがおもろ、あこの木、この感じ、どこだ、どこだ。あった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 、危ないぞ。ここら辺だ、ここら辺だよな、多分。ここじゃないかな。ストップ、終わりや、お前待ってろよ、ありがとう。ここじゃない、ここじゃない。思い出せない。リンク、リンク、それはもう思い出す思い出さないじゃない。ただしょうもない敵から隠れてるだけだ、リンク。あ、これ写し絵の記憶にすればいいのかな。こっちにすればなんかさ、思い出すのか。リンク、リンク、
写真撮んのか。これじゃない、リンク、お前ただ写真撮っただけだぞ。あれここだったちょっと位置違くないっすか、ちょっと位置違くないっすか、なんか明らかに光ってる。え、さっき光ってた。これ来た、思い出そう。リンクが記憶を、ゼルダの姫ちゃんとの思い出を。よそ見すんなお前、前見ろちゃんと。どうした、うん、そうだよ。何、なんか悲しい BGM、 何があんの、あの時の思い出みたいな感じだよね。裸だからなんか崩れんだよ。おっと、これからゴロンシティに向かいます。どこそこ、あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。かわいい。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それ見ながら歩くのも危ねえんだから。それでもあれは人の手で作られたもの。スマホアプリやってんのこの子。え、めっちゃ可愛くない？人工のものならきっと理解できますし、使いようもわかります。ゴロン、だから私は必ずあれを薬剤ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。優秀なんだね。え、なになに、悲しい、なに、なにそんな悲しい顔すんの。リンク、お前慰めろ。お前なにぼーっとしてんだ。あなたは、はい、その背中の剣を使いこなせていますか。なんでこれ、その剣に宿るという内なる声。こんな剣持ってないですけど。それが聞こえているのですか。聞こえてないっす。え、こんな剣持ってないっすけど。俺どこに行ったんすかこの剣変態変態なんだよお前、シンプルに裸で、あーじゃねえんだよお前、なんかやだなえ、待って、俺決めた、全箇所見く、全箇所見るからね。ゼルダの姫ちゃん、あなたとの思い出、元彼との思い出じゃなかった、ちゃんと俺との思い出だった。しかもなんかゼルダの姫ちゃんさ、ああやってさ、あの格好でなんかすげえ可愛くなかった。え、なんか可愛いんだけど。え、なんかどっかではキスシーンとかあんのかな。え、俺見れないかも、ちょっと恥ずかしくて。え、やだ、めっちゃ可愛かった。今助けに行くからね、ゼルダの姫ちゃん。ですね、右から2番目の神獣にまず行きたいんで、このまま斜めの上の方にグーって行っちゃいますね。で、なんか面白そうなことがあったら使おうかなと。まあ、うんこログとか岩ロックレベル、やめよーっとー。うまみタイム。嫌いなんだ。僕はこいつが本当に嫌いなんだ。うまみ合ってるか？うまみストップ、うまみストップ、うまみストップ。一回ストップ、ありがとう。メーベの町跡？え？うわっ、うわっ、うわっうわっうわっ、やだ。俺さ、最終的にあそこ行かなきゃダメだろ、やだ。え、あそこでゼルダの姫ちゃんが頑張ってるってこと、やだ。無理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 、頑張ってもらおうか姫ちゃんに。俺はなんかね、のほんと暮らしてからさ、もうちょっとちょっと無理だよ、あんなのさ勝てないよ。え、なんかさ、道具、なんか人殺しナイフ手に入れて、攻撃力200の人殺しナイフ小学生なんかこう見るとちょっと行ってみたいよね。先っぽだけだったらいいかな。先っぽだけだから、先っぽだけだからね、リンクの。うわ、でもなんかめっちゃいない、めっちゃいない。まだバレてない。そして俺はダッシュを使わない。うまみ、ここで待ってるか。うまみ、お前も一緒に来るっていうのか。危険だぞうまみ。うまみ行くぞ。うまみ、一回一緒に走れ。うまみ撃たれんだよ。うまみ撃たれんだ。うまみ行くぞ。ごめん、うまみ入った。うまみ行くぞ。うまみ真っ直ぐだ。うまみ行け。うまみ、なんでお前そこで歩いてる。うまみ行け、入ってうまみ待ってろ。ありがとな、よく耐えた。お前よく耐えた。ここで待ってろな、絶対呼んでやるからな、後で。くさあ来いよ、入ってやったもんね。写真だ、写真を撮るぞ俺は
ほら、写真が近くで写真撮った。SNS に上げてやろうぜ。あぶねえ。ゆこさん何がある？やべえ、ここで強い武器手に入れるんじゃねえかなって思ってんだけど。俺本当にここ来なきゃダメなの？ねえ、後々俺本当にここ来なきゃダメなの？死んじゃ、おい！こんなん絶対最高級アイテムじゃん！宝箱！なんで一応取ってんの俺。これ絶対いいアイテムだ。だってこんな最後の方に来そうな場所だからさ。うまみ！うまみ！やっぱり俺とお前は一年卓上だな。ずっと一緒だもんな。ずっともだもんな。ずっとも古る。やべえやべえ、観光気分で来ちゃいけないとこかも。観光気分で来ちゃダメだ。うまみいるぞ。うまみいるぞ。こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう。あくまで自分は無関係ですよーの面でいいよな。うまみ、そうしよう、そうしよう。あまり関係ない感じで行こう。え、ストップストップ。なんかドローンみたいなやついたんだけど。うまみ、俺怖えな、ここ怖えな。なんか久しぶりだな、こんなハラハラすんの。ハイラルジョーカーマッチャー、もう来ちゃった、もう来ちゃった、ストップ。うわ、やばい、うまみ、こいつまさか嘘だろ。待て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 、ストップ、うまみストップだ、うまみストップだ、うまみストップ、ここでストップだ、ここでストップだ。待ってろ、ありがとう、ちょっと待ってろな。こいつ移動が高いよ、しかも。すごい、なんかスパイ映画みたいになってる。うえ、これ、うえ、これ、なんか一個ぐらいいい武器ゲットして帰りてえよな、家に。なんかねえかな。あ、絶対あそこあんじゃん。あそこなんか回収して即家帰るか。ゴー。こいつも目覚ますぞ、絶対。こいつも絶対目覚ますから、絶対目覚ますから。ここ絶対なんかいい武器ある。中央広場跡、あかんぞ。なんだ。めっちゃ強そうな剣ゲット。あ、騎士の盾もう一個、騎士の盾もう一個。よしよしよし、これでもあともう帰ってもいいかもな、もう帰ってもいいかもしんねえな。いいな、ちょっと強くない状態で来るこのハラハラがたまんねえのよ。みんなわかる？強い状態で来てもさ、戦えちゃうじゃん。このハラハラがたまんねえんだよな。もうなんかラストっぽいもん見えんだけど。さすがに行かない、さすがに行かないよ。なんかムービーの順番おかしくなっちゃうもん、絶対。さすがに行かんよ俺は。もうちょっとぐるっと他のところ見てくるもんね。さすがに行かんで、ピンチになったらすぐ帰るもんね。ピンチです。宝箱があります、取ります。こそどろ。あー、こそどろ。こそどろなんだけど、もう俺。何あれ、え、なんすか、え、何あれ。クソガキ。これ何？ちょ、弓かなんかで撃ってみっか。なんだ？弱っ！ゴミ弱いな。なんだったんだ？あ、死ぬ！死ぬ！やばい！やばい！怖い。帰ろっかな！もう帰ろうかな、俺！やばい、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 帰る、帰る、帰ります、帰ります。うまみ、うまみ呼ぶからな、うまみ絶対呼ぶから、絶対呼ぶから、絶対呼ぶから。もう怖かった、もう怖かった。いや、収穫はあったわけだからな。なんか騎士の盾と、なんか騎士の剣だっけ、手に入れなかった。あー、うまいか。あー、うまくいいぞ。いや、よくやったな、俺ら。すげえよくやってよ。でもそのおかげでさ、なんか騎士の剣とか、なんかすんげえ強そうなやつ手に入れたからよ。いやー、大変だったな。もう、なんか、二度と行きたくねえな。ちょっとまあ、あそこはゼルタの姫ちゃんに任せよう。あ、決めた。俺、もうあそこに二度と行かねえ。そういえば、あの祠行ってなかったね、俺。ちょっとあそこの祠先やっちゃうか。これ行ける？うまみ。あ、うまみ行けんだ。そのまま行ける？さすがに無理よな。さすがに、さすがに、お、お、お、うまみが頑張ってるぞ。お、うまみ右だ、うまみ右なんだけど、いけるか。あ、うまみさ、うまみ右だ。
海、右だ。あー、変な走り方しちゃった。父ちゃん、花の中枢、なんていう祠なんだろう。なんか綺麗。はぁ、え、すいません、どちら様ですか。すいません、確かに何にも考えず花を踏んづけてしまったことは本当に謝罪申し上げます。すいません。こら、いきなり何してるの。お花を傷つけちゃダメよ。何、ストーリーがあんのこれ。なんか逆ナンされたんだけど俺。ああ、祠の周りにお花を植えてあげたの。くれぐれも踏まないようにね。あ、そういうことね。すいません、花を踏まないで。ゴミ野郎。お花を傷つけちゃダメよ。お花が痛い痛いって言ってるわ。確かにな、せっかく花が、ごめんなさい。あ、これ花踏んだら進めないんで一生。じゃあ踏まないです。爆弾ならいいってことですよね。ふい。あ、すいません、こういうのってゲームだからやっていいとかそういうのって良くないと思うんですよ。しかも僕は今心が痛んだなって思ったのが、爆弾爆発された瞬間ちゃんと花びらが散っていったっていう、本当に今良くないことをしてしまったなって、なんだったら視聴者の見てる人たちもキヨそれはちょっとってなったんじゃないかなって、お前らがやれって言ったんじゃん。お花も生きてるのよ。すいません、本当にその通りだと思います。復活してるかなお花。あ、よかった、元気になってる。ちょっと話すね。おこば、今ごめん、ドンビーたな。一生懸命植えたお花、ゆっくり見ていってね。ありがとう、ゆっくり見ていくな。あ、これ写真撮ればいいのかな。ちょ、せかがわの写真撮ってみっか。一応撮っとこうぜ。保存しとこう。あ、なんかいい感じ、いい感じ。あげようぜ、ミクシーにあげよう、ミクシーに。あと、全略プロフィールのプロフィール画像にもしようぜ。あ、これ踏んでいけないってことは、ちょっとこうやって回ってかなきゃいけねえんだ。なるほどね、敵はいるんだね、普通に。おい、おこばー、おめえめんどくせえことしてくれてんな。ここら入れねえじゃねえか、お前のせいで。あ、なんか武器あんじゃん。この武器なんだ、取れねえんだけど。ちょ、踏んでみて大丈夫か。見てねえしな。見てる。やばい、杓子が来る。そのフラフラした手、完全にキャプテンクロー、クラハドール、杓子が来るこれ。何度も、やばい、怒った。何度も言ったのに、切れてる、切れた八方斎。どうして分かってくれないの。メンヘラ女みたいになってる。え、なになになに、あ、え、あー。何日も何日も植えたのに、あなたは何回も傷つける。すごい感情の起伏、パンツ一丁男だからな。お花の恨み、いや、祠に入れなくてごめん。お前死ね。ん、何、全然何が起きてるか分かんないよ。はははは、熱いよ。あれ、太陽、お前ボコボコにされてんじゃん。おい、おい、ふざけんなよ、お前よ。ボコボコにされてんじゃねえかよ。ちょ、どうやって行けっつんだよ。あの女、面白い女、面白い女ってやつじゃん。でもいいね、こうやってここら一つでもイベントとかあるんだね。いい、楽しい、楽しい。だからああいうのに取ろうとしちゃうんだよな、惑わされて。で、あ、これじゃん、普通に来ました、ヒロヒラの祠。誰、ヒロヒラ誰。あ、来た。じゃあここはお花の祠ってことなのかな。もしかして祠の中にもさ、花を踏まないでコンプリート、まだコンプリートしてないですけどね俺は。これもしかしてだけど、祠の中もお花でいっぱいになってんじゃない。こっちはまだ花植えてないけど、視点が前になった瞬間、一面に花が広がって、広がってねえわ、何も広がってねえわ。流れに乗せて、水、普通にアイス、アイスメーカーで、うん、全然関係なさそうだな。あ、ちょっと待って、こっちにもあるぞ。一帯を見て、宝箱とかもちょっと見てくっか。もう板いられじゃん。こっちから行って、で、右と左、ちょっとさ、上の方にも登れるんだったら登りたいんだけど、宝箱、絶対どっかにあると思うのよね。あ、これ、あ、でもやっちゃうか。見つけたぞ、お前だよ。ちょっとこっち手前に置こっかな。え、ちょ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 、待て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 、リンク待て待て、リンク手前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 、ここでここで、あー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 、はい、オッケー、蹴るなよ今、自分で蹴る、蹴る位置でやったんだけど。
これ普通に登れるんじゃないか。まあ、高くないもんね、場所。あ、登れんな。いいね。サクサク。いや、これなんだろう。もう武器別にいらんちゃいらんか。いや、神、今ね、矢が欲しいなってちょうど思ってたところで。はい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 、爆弾ぶっ壊すって話ですな。行きまーす。はいよ。そもそも普通の爆弾でいいんじゃねえかっていう。もう一個か。着いた。ちょっと長かった。花一個もなかったね。花一個もなかったよ、ヒロヒラの祠。いつものやつだろ、どうせ。ちょっとさ、ちょっとぐらいさ、タメ口使ってくるやつとかいねえのかな。試練を呼ぶぞのやつ、てってれれれのやつ、これのやつ、魔王のによろしくな。言った、うん、はい、すいませんすいません、お前どっからでも見てんじゃん。お前どっからでも見てんじゃん。そう、いろんなことがありすぎてなかなかたどり着けねえな。なかなか真珠にたどり着けねえな。真珠の後に行くところ先行っちゃってるからな、俺。このままとりあえず雨雨雨雨雨雨ずっと雨。ちょっとヤバそうなところ見っけたんで、うまみと突撃したいと思います。やっぱ道中ってさ、いいって。あいつら、あいつマジで嫌い。うまみ、やっぱ待ってろ、ありがとうな。ちょっと待ってろ、お前に怪我させたくねえ。怪我すんのは敵だけで十分だ。面白そう。行ってくるぜ。ちゃんとできる。さあ、こっちはフォークだから、さあ落ちてけ落ちてけ。おい、こっちフォークだぜ。さあ、攻撃当たってねえな。こっちしかもよ、強い剣手に入れてるからよ。もっと強いやつ、もっと強いやつが俺には必要なんだ。いや、弓は普通の通常でいっか。よいしょ。さて、強えやついねえな。ただ敵が死んだ。色、待て、なんか刺さってんぞ、なんか刺さってんぞ。兵士の両手剣って強いんだっけ。あ、まあまあか、まあまあか。やばい、もう戦闘狂。もう俺ただの戦闘狂なんだけど。よしよし、あとはお前だ。もう一発、よし、これでいい。で、最後食らわせて終わり。よっしゃ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 。おい、なんか杖武器持ってねえか。杖武器、おい、めちゃめちゃいい宝箱あんじゃねえかよ。これ落ちたら死ぬ、落ちたら死ぬ、危ないぞこれ。何弓、やいらない、やいらない、やいらない、いらん。いった、何、うわあれ、この感じ、あ、あれ、ここで復活したらどうなってしまうんだ。ここにいたら俺はどう。ゼルダ姫ちゃん、ちょっと今場所的に良くないかも。また、うん、赤き月の時が来た。うん、今ね、場所的にすごく良くないかもしれないかも、ゼルダ姫ちゃん。気をつけようないかもしんない、ゼルダ姫ちゃん。なんか俺すっごい嫌な感じするんだけど。え、ゼルダ姫ちゃん大丈夫かな、ここ。あれ、なんかさ、小休憩できる村とかが欲しいよな。もう左斜めは見ないようにしよう。こっちの方は行ける、降りれるか。着いたー。さあ、ここは何馬宿だい。よいしょー、湿原の馬宿。待て、これ邪魔だな。お前ちょ、お前ちょ、来んな。こっち、お前邪魔だな。今ちょ、写真撮っとくか、せっかくなら。すいません、写真撮らせてください。お前じゃないんだよ。え、なにこれ。ちょ、撮っとこ撮っとこ、旨味も撮っとこ、旨味も撮っとこ、旨味も撮っとこ。よいしょ、話しかけていいのかな。こんにちは。ああ、イケメン、かっしーわ。何、レイソル、レイソルなの。
レイソルファンか？タミロー方、一曲いかがですか？ん？あなたの腰のものは、それどっちのこと言ってます？もう腰のものって言ったら、リンクいつでもパンツ下げる準備してんの嫌なんだよな。腰のものってどっちのこと言ってんだろう。すみません、なんでもありません。初めてお会いするのに失礼いたしました。え、もしかしたらこいつも過去に会ったことあんのかな。カッシーは、あなたは？おお、おや、リト族を見るのは初めてですか？初めてです。リト族って言うんですね。え、ちょっと握手。え、手でっか、手でかくないですか？あ、羽ばたく手だからか。私はリト族の銀融詩人カッシーはというものです。どうぞお見知りおきを。え、カッシーはで、あの、合ってるんですかね、イントネーション。ズッキーニのテンションで言っていいんですよね、カッシーは。私は世界各地の古の歌を求めて旅をしております。あなたは厄災を鎮めたという勇者にまつわる古の歌というものをご存知ですか？古の歌知らないです。うん、古の歌、それは幾多の試練を乗り越え厄災を鎮めた勇者を称えると、称えるとき、称える歌と言われています。え、この勇者はさ、俺のことでいいんすよね？距離感バグ急になれなるし、俺のことでいいんすよね？その中でも有名なものが1万年前の厄災を鎮めた勇者の歌です。私の師匠より直伝された古の勇者の歌、よろしければ聞いてた。ああ、まあ今はいいから。ああ、そうですか。ではまた気が向いたらお声掛けください。クソ野郎、おかしいわ。求めてねえのに引いてんじゃねえよ。仕方ねえな、聞かせろよ。金は払わねえかんな。嫌なやつ。ありがとうございます。それではお聞きください。え、どんな感じなんすか？大丈夫ですかこれ？僕の動画、音楽の著作権で引っかかんないですか？始まる。太古より栄えし王国ハイラル、その歴史はあるもの、災いをもたらし幾度滅びても蘇るもの、その名をガン。しかしハイラルには王国を守る宿命を持って生まれいでる者たちがおりました、うん、これはもうリンク、もう歴史がつないでるってことなんだもんな。勇者の魂を持つ剣士と女神の血を引く聖なる姫、いつの時代にもガノン、彼らとガノンとの戦いは語り継がれ歌となって伝承されました。歌ねえ。そしてこれより歌うは、まだ始まってなかったんかい。今から1万年ほど前の厄災ガノンとの戦いの物語です。カッシーは歌うのかい？始まった？古の王国ハイラル、目覚ましき系繁栄の時を迎え、その文明と技、もはや忌むべき敵、魔物すら脅威に当たらず。歌始まってる、これ。いつ始まってるか、これ。古の民たち、その技を新たな力とすべく奮励す。厄災ガノンに立ち向かいし、勇者と姫に助力せんがために、民が生み出したる新たな力、それは厄災封印の寄り木となるからくりたち。みんなが似たようなの見ましたけどね。もうばあちゃんから聞きましたけど、獣の姿をかたどり作られし4体の巨大な獣、その名は神獣。いや、なんか初めてのテンションで言ってるけど、俺知ってるんすよそれも。はい、すいません、多分カットしてますね。多分いや、そうなんですよ、全くインパばあちゃんと言ってること同じだったんですよ。本当にもうほぼ一言一句ぐらいね、ほぼ同じだったんですよ、インパばあちゃんと言ってることが。ここにもカンギスいるんだね。見てもらうか。さて次は何を見せる？あ、これも意味わかんねえ写真、マジで。いや、カンギス、さすがにわかんねえじゃん。ゼルダ姫、マジで意味わかんねえ写真撮ってんなって俺思ってるもん。これどこって思うもん。いや、今まではなんとなくさ、メインとなるなんか、双子山とかあったけど、双子岩か。これマジで意味わかんねえでしょ。適当な森撮ってるもん。いまいち確信がないが、すぐ南の森では。いや、川を渡った向こう側、底なし沼の北東にある森だったか。わかんないよね。最近その辺りを散策したのだが、似たような風景を見たような気がするぞ。すぐ南っつってもさ、ここの塔行ってねえからわかんねえんだよな。塔どこにあんだろうな。なんかこっちの方に見えたんだよな、さっきちらっと。とりあえず、あの祠やっちゃうわ。一回、祠の名前クイズやろう。ちょっとみんな一回予想して、俺も予想するわ。近い方の勝ちね。じゃあ俺は、ガマノスの祠。ガマノスの祠いきます。何の祠？かやみわの祠。
ちょっと正解の基準わかんねえな。どっちが近かった、お前らと俺どっち近いかとかわかんないな。俺のもなんか40点ぐらい近いんじゃねえかなみたいな、ちょっとあったもんね今。行ってきます。おお、もろもろの水だね。水より現れし盾かやみわ、みわ、あのみわ、あのみわなの、歌ってくれるってこと。なんかやなのいる。なんかやなのいない。なに、撃ってくる、先に撃つか、撃たれる前に。弱っ。てか俺何使った、ライネルで使っちゃった、間違って、あいつ弱かったな。なんか武器とか手に入れれたのかな今のやつから。もう矢が欲しいな俺は今。矢こい。何これ、古代のコア、失われた西の…あ、待って俺これ持ってねえぞ。あれ、なんか俺確かさ、コアだったっけ、ビタロックを強化すんのに足りるの、足りねえのが古代のコアって言われた気がすんだ。あいつ届かねえな、もう乗ってもやっちゃうか。1、2の3と、はい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 、先にやっちゃえば。で、宝箱どっかにある、宝箱どっかにあるかわかんないから一回見ます。こういうのって見逃すとこだよね。大丈夫、オッケー。あー、やかな、オパールとか絶対いらないから。神ってるね。ちょっと待って、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 あぶねえ、ちょっと待って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 、あぶねえ、死ぬとこだったもん、今死ぬとこだったんだもん。危なかった。到着。なんだっけ、ねえ、祠入った途端にさ、何の祠か名前マジで忘れんだけど、いつものやつ。大雨、大雨だよ。うわ、魔王によろしく。ちょっとキモい言い方をすることによって、今もう魔王ヌがね、そろそろ今寝込んでると思うんだよね。きっつーこいつみたいな。ちょっと寝るか。よし、もうわけわかんねえところ進んでいこうぜ。やっぱもう未知の世界の方が楽しいっていうのがわかる。で、今どこ、なんだここ。まあ、こっちに行きたい気持ちもあるんですけど、行ってない、ここ&ここにまず行きたいな。ここの真珠早く見てえよな。遠いなー、遠い、飛行機とかねえのかな。天気悪すぎだろ。すげえ雷。こんな雷って鳴るの。こんな近くで雷って鳴るもんなんだね。あ、なんか謎の森っぽいとこ来た。まあ、ほんまそのまま当たっちゃう。ねえ、ちょっと一個さ、みんなに相談していい？俺結構細かくやってんじゃん、割と。もっとバツバツカットして進む方がいいのかな？雷すげえ。まあみんなが、もっとこうしてくれって言ったところで、俺その話聞く可能性ゼロなんだけど。じゃあ相談するなんて話だよね。なし！この話なし！やべ、また祠見つけたな。いやー、晴れてるっていいねー。でも雷嫌い、晴れてる。あ、近く見えてきたぞ！三隅橋。三隅橋なのかな？なんか、火山、あ、待って、塔あんじゃない？あれ塔じゃない？キキーッと、ストップ。あれ塔だ。ちょっと待って、ピン一回外すわ。来た！場所どこ？あ、いいじゃん、いいじゃん、近いじゃん！めっちゃ近いじゃん、二つの塔。ちょ、二つとも塔やっちゃうか。やべえ、皆さんごめんなさいね。今日ゴリゴリに進むかもしんねえ。またうまい宿に着いたなぁ。めっちゃうまい宿って多いんだね。休憩地点なんだね。おい、嘘だろ、嘘だろ。おい、ありがとうな。てりお前さ、どこにでも先回りしちゃう。おい、嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。カンゲス、お前まで一面みたいになってるから。ねえ、うんころ、うんころくだって、うんころくはもう。うんころくだった。うんころくと岩ロック、フュージョンしちゃった。うんこログと岩ロックだけでいいのよ、うちのレギュラーは。お前ら準レギュラーになんな。なんとも趣のある造形だ。へったくそな絵。お前絵めっちゃ下手じゃない。それ太陽、嘘でしょ。お前太陽そんなでかく見えてんの。自然はなぜこういったものを作り出せるのか、うん、いやまた会ったな、旅の途中です。うん、ちょっとお願い教えて。
ちょっと毎回毎回頼むことになっちゃって。いいね、でもこれ新しい場所。あ、ここはでも分かりやすそうだけどな。ハイラル城が映っているこの絵、昔ハイラル城の南には騎士の叙任式を行う式典場があったらしい。今は廃墟になっているが、この絵に描かれているのはおそらくその式典場だろう。なんか分かれてる、なんとも言えねえな。非常に危険。あ、行かない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 。ここら行っちゃうか。待って、当てようぜ。あー、やっちゃった。ミイロツヒの方が当てれるわけねえわ、こんな名前。なんだミイロツヒって。今日祠の回収多い。どんどんやってる。俺はここじゃない、俺真珠に生きてんだけど。さ、力の加減。優しい、優しく教えてくれそう、力の加減だって。ぐるっと回りつつ、いや祠のいいところはね、だいたい3分ぐらいで終わるっていうところだね。力の加減、あ、宝箱はないか。わ、いいな、このエレベーターで。もういいや、待ってらんね。こういう性格の人いるよね、なんか常に急いでるみたいな人。いい、宝箱がこんな取りやすいところにある。まあ武器はいらないです、今。なんだったら、いやー、いや鉄のハンマー2個持ってんだよ。いや武器ポーチ広げといてよかったかもしんねえわ。でもこっちの鉄のハンマーね、結構使ったから、ちょっと入れ替えするわ。鉄のハンマーを捨てて鉄のハンマーをゲットするわ。あれ、これもしかして、あれ。これそういうこと、ゴルフするってこと。ちょっと弓打てる、弓打てた。あー、弾が戻ってくるってこと。え、これ超面白そうじゃん、最高じゃねえか。いきまーす、ビタロックで。これもううまいよ俺、結構。1、2の3、いや4だな。これで OK です、皆さん見ててください、一発ですよ。え、虚しい時間だったね今。惜しいとかでもないのよ、弾がどこに行ったかも分かんなかったもん。今の感じ6発だな。1、2、向き違うな。でも、いや、いけるか。5の6、これだわ、皆さん見ててください。うわなんかそんな盛り上がんない、そんな盛り上がんないショット。5発ってことね。で、向きも完璧。2、3、4、5、はい、 OK、 終わらせます。うまっ。ちょ、もっとなんか音楽で、ゼルダの元彼で、で、ゼルダの元彼はもっと盛り上げてよ音楽。スッて入らないでよ。ウィーンじゃなくて、ウィーンじゃないのよ。ねえ、合唱団じゃないのよ。こっちか、こっち、ビタロックの。あ、これまっすぐ飛んでかない。4、5、いや、こっちも6、いや、これじゃ強めに行こう。え、急にまっすぐになったぞ。おお、ゼルダの元カレ。んー、宝箱がなくゴールになっちゃうけど、こっちは宝箱が変なルートだからある、絶対に。え、は、ちょっと違う、ちょっと違くない、これ。あ、これちょっと違うルートだ。やばい、面白い。こっちに宝箱がある。ここにもある。宝箱どんだけあるんだよこの流行りは。いらんて。ちょっとやってみるか。そのままじゃ無理ってことかな。4、5、6。いや、いけそうにないね。あー、壁が邪魔すんのか。これでいける。強いか、強いか。おえちゃう、俺もう。何このしょうもないミス。
私セーブデータを戻してまたやり直してました。なぜかと言いますと、武器が全て失ってしまったからです。なので心の宝箱まだ使ってません。やったー、やっとできた。今俺もね、寝そべりながらやってたからね。よし、新品に交代して、いやマジ時間かかった。20分ぐらいやってたんじゃないのかな。いやこれ何、もう相当のものじゃなきゃ俺やだよ。攻撃力40ぐらいのものか、防御40ぐらい、もしくは強い弓、それ以外俺いらねえかんだ。あと矢100本、いらねえとも言えなさそうなぐらい大事さそうなもの。なんて言った今、古代の巨大なコア、え、古代のコアじゃなくて、古代の技術で作られた巨大なエネルギーの結晶、これほど大きなコア、普通のコア欲しいんだけど。なんだったら、え、なんか喜んでいいかわかんないけど、とりあえず喜んどっか。やった今日のブレスオブザワイルドも収録時間が4時間半を超えました。もう動画時間が何時間になってるかわかりません。意外と40分くらいの可能性もあるもんな今。さあなんだっけ名前、ミーロ、ミーロな、俺ミロしか知らないんだわ。ちょっとココアも飲みたいけど、たまにミロ飲みたくなんない？試練のやつ、タンタララランのやつ、これのやつ、もう適当じゃない？ビタロックで爆弾だろう止めて衝撃を与えると、へぇー勉強疲れたわ。この祠一番時間かかったわ。もう知らねえ、来ねえかんな。まあオヌによろしくな。なんかもういいっていいって、どこの、どこにずらすの。んーないどこに入れたの俺今。よーし、今度こそ進むぞ。ちょっとあの塔だけ先行っちゃうか。俺が行きたいエリアじゃないんだけどと言いつつさ、やばそうな砦で、でも俺今もう怖いもんねんだよな。行ってきまーす。うわ面白そう。ハイラル軍演習場跡、演習場、え、ちょっと面白そう。ここ強い武器とかさ、強い敵いそうじゃない。え、ボスはいないかな、さすがにボスいないかな。ああでもこんなにもうボロボロなんだね。みんなやられたってことなんだもんな。これはそれを表してるってことだもんね。で結局乗っ取られてんのか。ああ乗っ取られてそうだな。コブリンたちもうぶっ殺してっか。いったいった、力立つなあいつなんかあいつ強そうなんだけど、やだな強いやつそんなに敵強くねえんだよな。これ矢が欲しいな。矢だったら嬉しいんですけど、すいません矢もらえますか。うわあ弓欲しかった、弓も欲しかったんです。ということはこっちは矢だってことだ。矢だ、いいね。あすげえ宝箱ある。うわあちょっと良さげな感じすんな。いっぱい宝箱ある。なんでこれ、ビッグブーメランブーメランの扱い全然慣れてねえんだよな。変なところでなくしちゃったから。そもそもブーメランとか俺使わないしね。なんかずるいじゃん、ずるいじゃんもうダメだダメだ、誰か助けろ俺を。森林の塔っていうんだ。はあ。ただ敵なんかさ、みんなここ敵強えんだけど、すげえ嫌いなんだけど俺ここ。え、バレてる、これど、いける、これとりあえず怖えな、バレてる。ちょっとここさ、何すればいいんだもう俺こそこそ行くね、ここ怖いからえ、これ届くよね。え、これ結構ギリじゃない、これ頑張りゲージ上げたからやっと来れるレベルじゃないここ。え、この頑張りゲージだけ上げといてよかった、逆に上げてなかったら俺ここ来れなかったかもしれないうわ大変だった、ここ大変だったのよ、ここすごい大変だったのよ。着いたもうすぐ帰る、すぐ帰るもんねここの塔大変待って待って、そう考えたら俺が今本当に目指してる方の塔はどうなってしまうんだ。久しぶり
うわ、壮大だな、ここ。このエリアすげえ壮大だったと思う。うわ、あそこにいるよな。確実にある神獣だよな。でも、目の前にもうラスボスエリアが。ここ、順番が。まあいいでしょう。とりあえず、塔に来るのが先だったからな。周辺情報の入手。まあ、遊戯王の CM 前行きました。からのマンシェリーの涙。もうこれ以外のね、俺もう思いつかないわ。他のものを言おうと思っても、結局しっくり来ないんだよね、自分の中で。どんな広がさだったっけ？来ました。広いなぁ。ただ俺が目指してんのは右、うわ、なんか、え？何このエリア？湿原って言ってたっけ？周辺のマップが追加されました。ありがとうございます。とりあえず僕はここから今すぐ帰ります。ここはもう怖いです。ただ目指してんのは、右なのよ。このまま行けるんじゃね？これこっちなんだ。ああ、いいじゃん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 。じゃあ、こっちか。山に登っていくってことか？行っちゃえ！気持ちいい！待って、向き合ってる？向き合ってんだ。さあ、ここで、とりあえず塔を目指しつつ、山なんだね。あれ？俺がさ、行くところ完全に火山か？うわ、ちょっと今日盛りだくさんすぎるかもしんねえ。ごめん、神獣には会えねえかもしんねえわ。わかんねえわ、どうなるか。見えてきた。うわ！え？あ、でもまだ、え？あれ？え？あそこに行くの俺。ちょっと俺、待って、俺あそこに行くの無理やあそこ行こう、死ぬって人間は火山に近づきすぎちゃダメなんだって。近づく前に溶けるんだから。まあまあ、火山に行く前にこの青いところ行かなきゃいけないな。ちょっと待て、なんだ、なんか、ちょっと待って、ちょっと待って、なんだあれ。くそ、山の裏に隠れやがった、なんだあれ。うわっ、すっげえ、マグマだ。うわっ、すっげえ、マグマの世界に来たってこと。いや、テンション上がんな。俺、水中ステージとかは嫌いなんだけどさ、炎ステージ、マグマとかそういうステージは結構好きだからよ。なんかでも火山の裏に行ったよな、巨人が。完全に巨人いたよな、今。あれ、真珠か、もしかしたら。え、何？熱いって、熱いって、ちょっとどうしよう。え、ちょっと待って、熱いって、ちょっと待って、え、どうしよう。え、何熱いって。え、燃えるようなって何？え、待って、どうしよう。やべえ、そのこと考えてなかった。熱さ耐久の薬ってねえかな。どうすっかな。ちょっと、どうしよう。これ食らってる今。なんか祠ある？あ、塔あんじゃん。食らってる俺。ちょっと、祠も、ピンつけちゃっていいですか。ちょ、ほこら行けっか。ちょっと待って、俺。死んじゃいそう。何の音？何の音？誰の音？行けっかな。いや、塔行きてえな、すいません。すいません。ちょっと、ちょっと、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。この感じは良くない。この感じは良くない、絶対に。いや待って、え、待って、熱さ耐久の薬とかねえんだよな。なんか作ればよかったな。ちょっと、どんなところから復活させんだよ。ちょっと待て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 、これ一旦、ちょっと待て、無理無理無理、死ぬ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 、熱いってもう無理。俺は火山で何してんだ。いや、すげえな、このゲーム。マジで。なんか、どこにでも行けんじゃん。見えるところ全部行けるってやつだよな、本当に。これさ、夜だと火山活動してないとかある？もしかして。あ、ありそう。あ、なんかそういうのありそうじゃない？あ、来た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 。いいね。見えたゴリ押してきたわ、塔に。ゴリ押してきた。これこのまま飛んでいいよな。このまま俺塔行くぞ。とりあえず塔に行くぞ。何も邪魔するなよ。誰も俺の邪魔するなよ。俺はただ塔に行きたいだけなんだ。やっと来た。
邪魔しないでくれ。これよかっ、なんだこれ。日中に来てたら危なかったってことなんだよな、多分。日中に来てると、火山が活動しちゃって、オールディンの音かっこいい。ついて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 。日中に来てると火山がさ、活動してるからさ、あ、まあ、熱くて俺死んじゃうとこだったんだよね。いけ、ナイス。すごい。こんな短時間で塔二つ。今日俺寄り道一切してないかもしんない。最近ね、ずっと寄り道最初の方してたからね、ちょっとストーリーを気になってしまって。今日遊戯王の CM2 回見る遊戯王スペシャルだよ。遊戯王1時間スペシャルってことだよ、これ。うわぁ、火山灰でほぼ見えねぇ。ちょっと蜃気楼っぽくなってたもんね、今、もやーって。で、ここの一帯、まあ、村とかはないのかな、さすがに。これ、メインが山ってことだもんね。トゥン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 。これ絶対遊戯王の、これ遊戯王の CM から絶対インスパイアされてると思うんだよな。来た。今日はすごい。もう5時間ぐらいやってっかも。面白いな。このブレワイね、マジで面白いわ。俺なんでやってなかったんだろうってくらい面白いわ。さあ、どういう地形だよ。金も。地形金も。肝地形じゃん。まあ、火山だから仕方ねえのか。でもここいるよな。あの真珠がいたところだもんな。ちょ、見ようぜ。どこに真珠いんだ。これか。あ、火山の周り回ってるやつはまた別なの。ねえ。なんか動いてない？気のせい？なんかすげえ動いてる気がするんだけど。じゃあ、どこ行きゃいいんだこれ。これどこ行けん？今俺真珠といても死ぬんじゃねえか？え？え？あれ真珠じゃないよね。これ真珠じゃないよね。帰ろっかな。え？気持ちいい。あの祠にセーブポイントも一個入れておきたいな。めっちゃ気持ちいいんだけど、これ。なにこれ。気持ちいいな、リンク。今日お前よく頑張ってるよ。服着たり着なかったり。なんでこのピンクの格好してるかっていうと、意外とこれで暑さキープ、なんか暑さを耐えれんのかなって思ったら、全然耐えれないの、これ。でもただの変態なのよ、このピンク。服着てないより変態だからね。こいつ強っ。なんだこの武器。なんだこの武器。鎖付きブーメランじゃん。やっぱ遊戯王じゃん。ずっと遊戯王リスペクトじゃない？これ鎖付きブーメランそっくりよ。なにこの武器。なんか、いいぐらい強いところに来ちゃったな。なんか、いいな、やっぱね、自分よりね、ちょっと強くないの敵対やりたいんだよ、俺、常に。で、あんまと、あの、うまいと言っちゃうか。いやー、なんかちょっと帰ってきた感じすんな、これを見るだけで。あいつまたいんな。三六の馬宿。三六の馬宿。はい。馬で進むか歩いていくか悩める男、ダエトール。自分の足で行くとしても、さて、右足から出すか、左からかなんちゃ。あ、そういうのいるよね。どっちか気になる。自分のルール、マイルールがあるみたいな。なんだお前、カッシーは。お前どこでもいいんじゃん、カッシーは。そしてこの子は、こんにちは。はい。はい、こんにちは。君も三六の馬宿に立ち寄ってるってことは、これからゴロンシティ、ゴロンシティに無難、どこそ、まあそうです。だろうと思った。それにしても、君、そんな格好でゴロンシティに行くつもり？はい。これだから素人は。おっと、そうっすよね。でも、ゲートさん、ケイトさんか、ケイトさん聞いてください。僕、めっちゃ燃えましたよ。炎上しました。あそこは絶壁も多いし、2号目からは体が燃えちゃうくらい暑いのよ。知ってます。変な空気流れてるよ、今。知ってますって言ったから。ま、君のことなんか知ったこっちゃないけど、死なれちゃ困るし。爆笑が、ゲートさん、いいのかい？少なくともこの燃えず、いいのかい？暑さはしのげるし、よかったら、金かかんの？ゴロンシティまでは旅慣れた人でも最低3個は持ってくよ。1個60ルピー、2個だと110ルピー、3個だと150ルピー。あ、ちょっと安くしてくれるんだね。俺、1万ルピー持ってるんですよ。1万円札を目の前でひらひらひら。3個買います。もっと買います。すいません、あと10個ください。オッケー。じゃあこれが燃えず薬？燃えず薬か。1個で6分10秒。ありがとう！それだけ持ってたらゴロンシティまで大丈夫かもね。もっと打ってくんないかな。
はい打ってください。え、手持ちいっぱいとかあんの？あ、いっぱいだ。とりあえず、5個にしました。ちょっとね、俺いっぱいいっぱいになってっから、ここのポーチはでかくしてくんねえのかな、あいつ。ここのポーチでかくしてほしいの。うん。まあ、ここはそんな大きいところじゃないですよ。やべえ。ちょっとさ、ね、一緒に行かねえ、テリー。で、テリーにさ、歌詞は、で、テリーに歌詞は、あとあの絵描き、一緒に行かねえか、みんなで。サバーク。はい、なんすか？砂漠、え、な、あ、砂漠ですか？砂漠、あ、行ったことあります。殺人ロボット、殺人ラクダロボットに気をつけた方がいいですよ。カーシャさん。ああ。ゲルド族のカーシャ。あ、確かにちょっと違う感じ、ちょっと独特な感じ、民族的な感じ出てるもんだ。ゲルド族って言うんだ。あたいはゲルド族のカーシャ。覚えておきな。この山麓の山宿からゴロンシティまでの道は火山山が飛んできて危険極まりない。ん？もしもその危険に立ち向かう勇敢なボーイがいるとしたら、あたいはきっと惚れてしまうな。え？まあ、多分気は合うと思うんすよ。ピンク同士。ピンク同士気は合うと思うんすよね。これ、一緒に行かね？ライン？とりあえずワープゾーン作りたいから、あの祠先クリアしちゃうわ。日の闇の祠。日の闇の祠。モア、騎士との渡るわけねえだろ、これ。一生渡んねえよ、このゲーム。道を切り開くは鉄の玉。危ないな、危ないな。それちょっとでもこっちに跳ねてきたらどうすんの？お湯じゃないんだからね。マグマなんだからね。お湯のあっちじゃないんだから。じゃあやるか。危ねえな！行っちゃえ！降りてくんだよ！やべえ、危ねえ！で、両サイドにも多分あれ宝箱のパターンか。オッケー。宝箱、宝箱、なんかさ、最近いいアイテム手に入りすぎて、ここら辺の宝箱あんま期待してないって思ったけど、これは大事。え？いや、今、もういつ行くんこれ。え？今、これは？ちょっと一回止めてみます？とりあえず止めてみます？はい。で、ガンガンってなって、開けてもらえますか？すいません。ちょ、これ無理だな。これはどうやって行くんだ？あ、今見えたな。こっち持ってけんのか？あ、これが鉄だからか。なるほど。で、どうすんのこれ。これを、これをどうすんだ？これをどうすんだ？ここに置けるか。いける？これ合ってんのが。いや、これしかないんだ。生き方これしかない。危ない。いけ、この悪魔の耳でな鉄球を。いけ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 。いった。もう知らねえ。いったもんね。もうゴールだ。ゴールゴールゴール。ゴリ押しじゃん。でも多分これ正解だよね。これ多分正規ルートだと思うんだよね、今のは。さすがに試練のやつ。マーノによろしく。ん、これ町か。あれ、これ町じゃない？なんかだってさ、これさ、入り口の看板に見えなくもなくない？あれ、じゃあ真珠を解放せよって書いてるけど、実際いるのはデスマウンテンってこと？そういうことなのかな。コロスコ？あ、ゴロスコがびっくりした。何ちゅう名前つけてんのって思っちゃった。なーんかすげえところ。行きたくねえ。こっちからはなんかなるべく敵に遭遇したくねえ。俺も暑いからさ、武器持つだけで燃える武器あんのよ。ちょっと上から行ってみっか、せっかくなら。こうやって邪道で行けんのがいいところだよね。なんか、ちょっとそれっぽい音楽が鳴ってる。やべえな。ちょっと楽しくてしょうがねえわ。今これ冒険のワクワク感半端ないもん。お？南採掘場？ここはじゃあ敵はいないのか。なんだ？敵なのか？いや、敵じゃないけど一応投げてみよう。反応見よう。敵じゃない。なにここ、なにここ。どうも。
何してるんですか。ドリルだ。ガッハッハッハ。ゴロゴロ族かな。俺の幸せは組長の幸せ、ひいてはゴロンシティの幸せ。ゴロウ鉱石を掘って掘って売りまくるゴロウ。おっと、あんたには関係なかったゴロウ。あなたは大変ですね。ちょっとあなた誰ですか。俺は採掘会社ゴロン組班長のドリルだから。ゴロンシティ組長の指示によりここで採掘をしてるゴロ。俺もね結構集めてんすよ。さあ今日も掘って掘って掘りまくるゴロ。他にもあるゴロ。ゴロンシティとここらに聞くか。ゴロンシティと俺たちゴロンのマッチ。お、一緒に見てる。生きたがこの道をまっすぐ行くゴロ。ハイリア人ならやけどに気をつけるゴロ。優しい。他にもあるゴロ。大変っすね。おう、ゴロンシティが潤ってんのも俺たちのおかげなんだぜゴロ。しかし本当はもっと山頂近くで降りたいけどよ。はい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 、ドリルドさん、俺が退治してあげましょう。その代わりドリルドさん、あなたに退治してもらいたいものがあるんです。真珠です。組長。組長ですか。すいません、写真撮っていいですか。すいません。まあ OK か。ごめんなさい、ちょっとサムネにしようかなって思って裸になってたりしました。ガガガガガ、起きねんかい。ここも後の血なんかで来んのかな。まあとりあえず進んでっか。なんか無駄に写真だけ撮るために裸になったりして時間を無駄にした気がすんな。うわすげえ、面白そうだなここ。うわやばそうな敵、うようよいんだけど。無視。無理無理無理。戦う必要のない敵とは戦わない。何？ちょっと待って、何それ、ちょっと待って、ちょっと待って、助けて助けて、ゴロンのおっちゃんたち、ゴロンのおっちゃんたち、俺死んじゃう、痛い、ゴロンのおっちゃん、ゴロンのおっちゃん、これ何、妖精さん使っちゃったじゃん。もう残り1個の妖精さんだったのに、何、もう痛い、すごい悲鳴、なんもしてないじゃんお前に。あ、入り口っぽいところ来た。やばい、何？なに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 、なんだ？なんだ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 ？アップにすんな、お前もう一回見たぞ俺。おい、そいつアップにすんなよ。何が始まった？ムービーだぞ。勝てん、勝てん、勝てない勝てない。これ待て、こいつと戦うって何、そもそもこいつと戦うっていう意味がわからないんだけど、どういう思考回路でこいつと戦うになるの。冷血はどう、おい乗っ取られんなよ作ったもんを。こわ、叫ばないでって、ね、帰ろっかな。こいつと戦うっていうさ気持ちがわからない俺には。だってあー、もう一回ペシャンってられたら俺死ぬよもう。跡形もなく内臓ブチュってなって血もバッて出て終わるよ。見なかったんでしょ今。リンク見てない、何も見てない。お前は何も見てないからな。ただ観光気分でここに来たってだけ。誰、こんにちは、すいません、あのゴロンシティほぼ英雄なんすけど、どうも。あ、うん、ククレン、よくぞ参られた。おお、なんで俺を知ってんだ。そんなことより君、さっきの火山弾大丈夫だ。あの一回死んじゃったんで、妖精さん一匹だけもらえませんか。ゴロンシティで飼ってる妖精さん、あの火山弾のせいでお客さんが減っちゃって、英傑様ごっこでもしてないと暇で暇で。英傑様ごっこ、ちなみにリンクというのは100年前町の英傑ダルケル様と共に戦ったハイリア人ゴロ。あ、知ってます、僕なんで、あのいっぱい歴史聞きました。でオタクの英傑死んだんでしょ。デリカシーゼロ。クソデリカシーゼロリンク。僕生きてますけど、オタクのダルケルって方死んだんでしょ。詳しいことは奥の組長にでも聞くといいから。いや死んだって聞きましたけどね。どうもー、どうも皆さん、英雄でーす。お迎えは、妖精は、食べ物は、お金は、そして女は、つって、デスマウンテン5号目、ようこそゴロンシティへ。奥の組長っつってたから、とりあえず奥行ってみる。わ、なんか可愛いな。
お前さ、大丈夫か？おい、お前ちょっと待ってな。いやアウト。はい、任天堂アウト。これはね、チンは出てないけど、ここもほぼ玉袋だもん。玉袋が出てます。アウト。どうも、旅の人頃だったらいいところを紹介する頃、ついてくる頃。え、急にちょっとおせっかい焼きみたいになってるけど。おお、早い早い、ちょっと待って待って待って、独特な移動方法やめろ。あっちか。この距離だったらその移動しなくてよくない？ここから防具屋頃。防具屋。最近デスマウンテンに神獣バ・ルーダニアってのが現れてね。あ、来た。バ、あれがバ・ルーダニアなんだ。コードギアスみたいな。この辺も熱くなったし、お客さんにはここでタイガー防具を買ってもらってる頃よ。え、金あるから買いてえな。こういう時はちゃんと買いてえよな。いらっしゃい、ゴロー。防具屋ガッチムッチ。なんちゅう名前だ。買いに行きました。毎度ご来店ありがとうございます、ゴロ。うちで防具を揃えればゴロンシティより暑い場所でもへっちゃら、ゴロ。お客さんの格好なら、ゴロンシティより暑い場所に行くのは止めた方がいいわ。やめた方が、まあ、そうっすよね。裸っすから。ま、そんな場所はそもそもゴロン族以外立ち入り禁止だけどね。ちょっと見てみっか。また来るゴロー。え、すげえ。これが、防御アップ。あ、防御、あ、でも3か。耐火性能を持って2600700。なんでこれだけ2000もすんだよ。おかしくねえか。なあ、これだってさ、炎ガードついてんのにさ、俺がさ、頭しか防御できないっていうのをこのゴロン族の誰かは知ってんだな。だからここで、うわ、ずりー。ちょっと買い物後にしよう。あとは組長かい、あんたが。親のは欲しい。親のか。おいおい、見分けつかねえんだよ。誰が組長で誰が偉いやつら、何にも分かんねえよ。なんかお前お前嘘だろ、管理。お前どこにでもいいんじゃん。いや、ま、今日もう3回目ぐらいだよね。ちょっと道を見せるけど、今これ絵見せるとかの場合じゃないのよ。ここどこよ。うむ、ハイラル城とその北にハイラル大森林も見えるな。ハイラル大森林の南東あたりから見下ろせばこういった、もうね、これね、多分ね、俺明日には忘れちゃうから。森の馬宿という馬宿がある。森の馬宿の北に大層見晴らしのいい高台があると聞いた。あれ、俺が行ったところは、ところじゃない、山麓の馬宿は違うのかな。ちょっと奥行ってみる。あー、なんかひって、あ、なに、え、あんま強くない。見た目だけか、あんま強くないんだな。これちょっと置いといていっか。組長、組長先生、組長先生どこにいるごろ。組長先生どこにいるごろ。あ、組長先生ごろ、組長先生ごろ、絶対違うごろ。熱いごろ、熱いごろ、一回だけ飲むごろ。役者、ルーダニアの野郎。最近ルーダニアが暴れだしたせいでデスマウンテン論家が激しくてな。ルーダニアってのはあそこにいるあいつ。もうやだやだやだ、もう名前出さないで。思い出したくない。俺次回こいつに挑むのって思って今もう嫌なんだけど、考えただけで。100年前は俺たちの守り神だったらしいがよ、あいつのせいで採掘できねえわ、逆足なんて困ってんぜ。毎度毎度大砲で加工で追っ払ってんだが、まだ出てきやがった。腰やったね、ブルド。ああ、いちちちち。大丈夫？ちょっと腰痛があるな。てか誰で、ね、今更英雄ですけど、まあ英傑と言ってもいいでしょう。あなたのところの英傑は死んだけど、私は死んでません。そうか、わざわざ俺に挨拶に来たってわけだな。俺の名はブルド。もう出てるから知ってんだよ。なっこも黙る。お前組長だったか、結局。ゴロン組組長、ブルドとは俺のことよ。これからまたルーダニアをプロンダがご自害たくてな。しかしユンボーの野郎、早く戻らねえかな。ユンボーって、ユンボーってのはいつも俺とルーダニアを追っ払ってるわけやつだ。あ、そんな優秀なやつがいるんだ。若くしてそんな強いやつが。北の愛好に腰の痛み止めを取りに行ったんだがまだ帰らねえ。元の英傑と一緒で死んだっちゃうんじゃない、死んじゃうんじゃないですか。もうずっとずっとデリカシーがないこのテイク。でかでかこいつやろ。どこぶらついてんだなあ、あんた。もしユンボを見かけたら俺が探しだって伝えてくれや。すまんが頼んだぜ。またやったの、ヘルニア。
あいちちちちちち、このユ、待って、ちょっと待って、そのユンボーってやつはさ、ルーダニアってやつを追っ払うぐらい強いんだろ。仲間とかあんじゃねえのこれ、仲間システム。え、ちょっとそれさ、リトルマーメイドじゃない？あ、アリエルってことです。アリエルんじゃない？ちょっとうむむむむも気になるんだけど、ちょっと待ってんだよな。ちょっと今日はこんぐらいにしないとね、もうね、時間がね、えぎいことに何時間やってるかわかんねえんだわ。ちょっと俺もさ、どっかで眠らせてくれよ。寝てんのか？ちょっと俺もここで寝てえな。俺どこでも寝れっからよ、意外と。暑そう、ここ。いやー、やっぱこう進むと面白えな。じゃあ次回このゴロンシティをたっぷり見て、ユンボーっていうやつのところ行って、神獣もぶっ倒しちゃいますか。そうしよっか。ちょっと楽しいね、ワクワクがずっと止まらねえわ、このゲーム。なんか素晴らしいなって思うわ。